うっす。こんにちは。おい、なんだお前嫌いな、お前ちょっと待って、はい、お前らのネタで一番もろだったネタで、ね、いやもう一回やってくれるじゃないですか一発芸でいいと思ういや本当にこれ持ち歩かなきゃいけなくなっちゃって、でもお前タイだったな、今すいませんダメなんですよ、やっぱちょっと、はい、今お前いろいろ社会問題になってるから、まあまあ体罰、うん、今まあいろいろ今のこの時代だと体罰問題になってます。野球界だけじゃないですか、まあまあまあ、相撲界とかいろいろ、だからスポーツ界で、ね、スポーツ界全体でなってますけども、うん、まあこれ時代が違えばこれやっぱ当たり前だったってよく聞くじゃないですか、うん、根性論的な、そう根性論とかね、いややっぱりさ、あの広島が強かった時、古葉監督が率いたチーム古葉みたいな、大体古葉さんについてるコーチ連中、コーチの人たちがいたんだよね。それがごっそりさ広島から太陽に移った、うん、来た時に、その時にバッティングコーチの佐野さんっていう人がさ、まあ高橋正弘という選手を裏に連れてって、まあ、音がするわけ、バタバーンって、みたいな、もしかしたらみたいな、その前に太陽時代なんかないからさ。で戻ってきたらここら辺手形がついてると思ってさ、殴られたもんとか出てきたら殴られましたとか言って、まあ、すごい昔はあったよ。でも広島がそれまで強くなったのはさ、うん、そういう熱いものがあったから強くなったんだと思う、うん、昔は。俺もプロ入りして誰か殴られたという話は聞かない、はい、あ、寮長でいたか、寮長が殴られた、いやだから若い選手、まあ寮に入ってた若い選手がいるじゃん、はい、だそいつを殴ったっていう話は俺は聞いたんじゃなくて目の前で見た。あ、見たんすか。なんでかって言ったら俺が門限破りして一番端っこの今審判やってる杉浦、はい、そいつが端っこの部屋だったの、俺の隣の、はい、杉浦の部屋叩いてさ、裏開けてくれとか言ってで開けて入れてくれたんだよ、はい、そしたら寮長が飛んできて、ダンバー開けたなーとか言って、僕ですとか言って杉浦が言った、またパン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 端から端まで行ってたからな俺何にも無傷だよ。言ったら無傷なんですか、うん、その代わり、はい、俺がハーフスイング取った時にストライクって言われて、はい、審判だからおい何枚下手くそって言ったら追いかけてきて退場って俺出されたからそこで恨みを話されたね、司会しかも分からないけどお前出ていけみたいな試合からみたいな、だからまあ体罰っていうのは良くないけど、うん、愛情の裏返しみたいなこともやっぱあるよ、歯がゆさ、ね、やっぱ選手もやったし指導者もやったし、うん、もう質問とできんのになって、お前しっかりやるよってパーンって叩くような感じはあってもしょうがないんじゃないかって、うん、それが面と向かってパン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 っていうのはないけど、うん、ないけど、まあ例えば遠慮しな、お前しっかりやるもっとできるじゃないかっていう、はい、こういうのはあってもさ、はい、なんかちょっとこの流れで仕方ないんじゃないかっていうこともあるしね、はい、それが今大事になるわけでしょ、はい、俺らは殴られて育った時代だから、はい、子供が殴られても仕方ないと思うわけよ、うん、今の若い親御さんたちは、はい、やっぱ殴られて育ってないから、はい、ものすごい敏感なんだろうね、自分の子供の、そういうところに対してってことですね。だから考え方っていうのが全然変わってきてるよね。だからそこにやっぱ大事なことは信頼関係をちゃんと構築させておくということだ。確かにこの構築がないくて迂闊にやるとやっぱ社会問題になるということだ。難しい時代ですね今ね。いやだから言葉が大事なんだ今、言葉がね、言葉と信頼関係、なるほど、どうやるかって、ね、だから最後にどういうふうにやっちゃダメなんだって、はい、最後ね。